いつかあなたはたどり着けるだろう。描いた夢のその果てと。あと、埼玉で音楽講習をしたり、サークル主催をしたりしております、シンガーソングライターのともひと申します。よろしくお願いします。ちょっと冒頭から少しワンフレーズ歌いましたが、この動画2本目になってます。あの続編でってね、1本撮った後の2本目になってます。ミックスボイスを習得するために、必要なポイント、これを、3つのポイントに分けてお話をしております。でちょっとね、冒頭の歌もミックスボイス使った歌ですので、こんな感じで発声するんだなってイメージを入れた上でこの動画の、ね、続きを見ていただこうということで、ちょっとだけ復習すると、ポイント1個目では裏声を使って声帯のテンションをマスターする感覚をつかむということをお話ししてます。もしまだ見てない方は前の動画でね、確認いただいた上でここの動画見ていただければと思います。でここの動画ではポイント2つ目をお話しします。ミックスボイスを発声するために必要な感覚をマスターする、1個目は裏声でした。2つ目、エッジボイスを使うんですね。エッジボイス、これもまあもう繰り返しになって、もう見た方はね、もしかしたらまたかよと思いますけど、思うかもしれませんが、大事な話なので繰り返してます。ぜひね、もう体でもう無意識でもできるようになるまで繰り返してやっていただけると。ポイント2つ目はエッジボイス。エッジボイスというのは、普段喋ってる声っていうのはこうはーはーはーみたいな、でエッジボイスっていうのはちょっとこう幽霊が出てくるのは貞子ですか、こう「あ」に点々がついてるあの状態で、この「あ」っていうエッジボイスっていうんですけど、これが何の練習になるかというと、声帯の閉鎖、こう声帯がこうありますよね、とこの辺にあるんですけど、声帯を閉じて、まあ完全に閉じたんじゃなくて、こうちょっとだけこう空気が通る、プルプルプルって、でもほとんど閉じてる。でこの状態でエッジボイスを「あ」ってやる。でこの形はエッジボイスでイメージがつかめるのかな、つかめますかわかりませんが、次やってみてください。それやってみて自分でしっくりくるものだけを採用してほしいということで話をしてます。でエッジボイス、でその声帯の閉鎖っていうのは、裏声とミックスボイス比較した時に、声帯が開いてるか閉じてるかっていうのがお話ししてます。裏声っていうのは声帯が開いてる状態、息がダダ漏れなので弱い、音の厚みがない。でミックスボイス、あーっていうのは、声帯のテンションをしていて、かつ声帯もちょっと締めてる、閉じてる。でこの無駄な空気の漏れがないので、音に厚みが出てこう強さが出るということです。で声帯のテンションは裏声でマスターで、声帯の閉鎖はエッジボイス、っていう状態を作って声帯の閉鎖の感覚をマスターしてみてくださいということです。これ皆さんどうですか、やってみて。まあ以前もね紹介してやってる方いらっしゃるかもしれませんが、まずできてますかこれ。もうなんか何やってるか分からない、他の人から見たらね何やってるか分かりませんが、でエッジボイスを自分の中で声帯の閉鎖の感覚をと、感覚を体で覚えるようにした上で、じゃあ最初の冒頭の話から言うと、ミックスボイスと裏声を比較して発声するので、裏声はー、これは声帯が開いてる状態です、開いてる状態です。でミックスボイスはたー、閉めて閉じてる状態、音程は一緒です、多分ね、音程は同じはずだと思います。はー、裏声たー、ミックスボイスなので、見た目じゃほとんどわからないと思うんですけど、実際に音質、音の太さは変わっていると思います。で、でポイントは5つか6つあるんですけど、その中の1つ声帯の閉鎖っていうのをすることによって、裏声の弱い感じをミックスボイスのような強みのある、厚みのある、太さのある声を、出せるようにすると、それが声帯の閉鎖もありますということですね。でこの感覚がね、どうしても自分でよく分かんないと、なんぞやその声帯の閉鎖っていうのはっていうので、分からない方ように、もう1個だけちょっとご紹介すると、この男性の方は特にこの喉仏がありますよね、こうポコッと出てる。でこの喉仏がこう下にこう喉仏が下にこう落ちるような感覚
あんまり無理にガガガガガガってアホ面してる感じですけど、で無理に押し下げないようにあくまで自然に下げる、まあ、あとはまあ完全にあの音程、普段喋ってる音の声の高さからもう一番下まで下げられるところまで下げてみてください。もうこれ以上下がらないってなったところの、もう声にならない声、これがエッジボイスです。なのでラシドレミファソラシド中脚ドシラソファミレドシラソファミレドヒラファみたいな、こう音程音階を下がっていって、もうそれ以上下がれないよってなった時に出してる声がおそらくエッジボイスなはずです。でその低音に行けば行くほど、このさっき言った喉仏もあーって下に下がっていくはずなので、まあ、それをこう、まあ、両方喉仏という感じでもいいですし、さっきの音程、こう音程が下がっていく感じで、こうエッジボイスのね場所までたどり着いてもらえれば、まずそれは OK、 そこまでいけば OK です。そして声帯の、エッジボイスで声帯の閉鎖をまず感じてもらうと、あこれが閉じてる感じなんだなと、あ閉じてる閉じてる、あ空気がちょっとだけ漏れてるからこうやってプチプチんだあって、これを体で覚えます、喉で覚えます、覚えた上でじゃあもう一回ミックスボイスと裏声比べてみよう。裏声あ声帯テンション、声帯は空いてる、空気は漏れてる、弱い、あでミックスボイス、あ声帯テンション、声帯閉じてる、閉まってる、でこうまあ一応鼻腔、頭の上の響きも出さないと出ないので、これまた次でまだお話しますけど、とにかく声帯のテンションで無駄な息漏れをなくしてます。それによって音の太さを確保していると、無駄な息漏れをなくすことによって音の太さを確保しているということですね。これをまああの裏声とミックスボイス、まあ似てるようで違うっていうところの最大のポイントなので、エッジボイスで声帯の閉鎖を、意識する、体得する、これができるかできないかでだいぶミックスボイスの習得のね、まあ、あの進捗度が変わってくると思うので、ぜひエッジボイスが、まあ最初にあの歌の練習する冒頭で、ウォーミングアップ代わりにやってもいいと思います。あまりね力みすぎて押し下げないように、自然にあーたーもうあの裏声ミックスボイス地声エッジボイス、この辺はもうセットでね、いろいろこう行ったり来たり、いろんなこう、まあ、発声練習なんで自分の好きなあはははははは、ラッキー、アイラブユーみたいな、もう何でもいいので、自分の中で好きなフレーズを歌いながら、楽しみながらね、練習してもらえばと思います。この動画では、エッジボイスで声帯の閉鎖を、感覚としてマスターするということですね。まあ、もう一つは、この喉仏を下げるような感じ、または音階を下げていくような感じで、エッジボイスで声帯の閉鎖を体得すると。これが一応ポイント2つ目でした。で、次がね、一応ポイント3つ目、最後になります。で、これをね、全部ポイント1個目、裏声で声帯のテンション、ポイント2つ目、エッジボイスで声帯の閉鎖、これで最後ポイント3個で全部やるんですけど、これが全部分かったからといってすぐにできるものではないというところだけ、ぜひあらかじめご了承くださいと。それできればもうそんなこの動画見てないと思うので、それをなんとなく自分でこう何回も、ちょっと近い、また外れたみたいなのをこう繰り返しながら、もうやっぱり感覚、体で表現、あの声帯でねやっていくものなので、ちょっとずつ、うまくはまる部分をなんか探っていく感じなので、まあ、その辺はまああの焦らずにね、毎日少しずつ練習していただければと思います。この動画では声帯の閉鎖、エッジボイスについてお話をしました。ぜひね、いいねボタンとお気に入り登録をしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。